彼は貴重な存在だ。置いてはいけない。私も行こう。作戦を変えて彼を守るんだ。ズブ、こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて正気なの？なら教えてくれ。人間性を保ったまま人を死なせず、どうやって巨人に勝つ？そんな方法を私が知るわけない。なら俺たちは人間兵器とやらに命を投げ打ってけなげに尽くすしかない。邪魔しない、かっさばいて。しのいだな。しかしそろそろ限界が近いな。罠を起動してくる。高速用の装置だけど足止めには使えるはずだ。ついてきて。俺はもっと前線に出て巨人を食い止める。いや、あのガキは頼んだぞ。ピクシス司令からの伝令かもしれない。確認してきてくれ。ここは俺に任せろ。いいところに。仲間とはぐれた。一人じゃ手に負えねえ。手を貸してくれ。ズブ、もう一人蹴散らしてやる。味方が苦戦している。行かないと。散らしてやる。
助かった。作戦は失敗だったんだろう。ならさっさと撤退しようぜ。待って、一緒に仲間を集めてほしい。エレンを守るために人手がいる。エレンも分かったよ。戦わなければ勝てない。狙う救援要請。落とした。人間の恐ろしさ思い知れ。もう一押し。すまない、これから巨人拘束用の罠を起動する。この罠が命中すれば巨人の動きを止められる。その間にうなじを狙ってくれ。やるだけやってみるよ。とにかくエレンのところへ急がないと。よくない状況、必ず助ける。ごめんなさい。狙う。
ニーのやつ、巨人と戦ってるぞ。お前らか、手伝ってくれ。コニー、無事でよかったぜ。怪我はないなら一緒に戦って。ああ、けどなんでこんなところにいるんだ。作戦はどうなった。巨人が侵入しすぎた。さばいてやる。エレンを守るため仲間を集めている。なら俺も手伝うぜ。勝てない。狙う。邪魔しないで。逃げるしかないのか。僕がエレンをここから出す。後頭部からうなじにかけて縦1メートル横10センチ。大丈夫、真ん中さえ良ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミ、私たちはいつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの。どうしてだって、そんなの決まってんだろう。俺がこの世に生まれたからだ。我々の命と引き換えにしてでもエレンを扉まで守れ。無理やり接近してでも巨人どもを